ただいまより第5試合アダルト紫帯フェザー級7分の試合を行います。まずはじめに青コーナー選手の入場です。続いて赤コーナー選手の入場です。青コーナーレオス柔術アカデミー木戸大輔。赤コーナーアルマファイトジムライフ平沢光輝。はい、本戦第5試合当たると、紫帯フェザー級木戸選手対平沢選手の試合ですね。本戦7分で行われます。はい、どちらも、平沢選手 J フットカップ、優勝、中国、木戸選手の方は中国オープンの王者ということで、それぞれですね、実績を、持っている同階級の紫帯と。おまんち。お互い MMA でも、試合をしている、戦績があるということですね。はい、ダブルガードクルー、はい、さあ、まあ、そうですね、平沢選手上を選択という感じですね。はい、ダブルガードの状態でお互いがダブルガードの状態になった場合で、時間制限があるのもその辺が ASJF のルールの特徴的なところですかね。そうですね、まあ、今、木戸選手が先に引き込んだっていう、はいジャッジですね。30秒経過、はい、いつもの形で作っていこう。さあ、まあ、お互い今平沢選手はカラースパイダー、なるほど、そうですね、上に崩してワンネック X 狙ってますね。はい、カラースパイダーというのは片手で片襟で持って、あとは左足でスパイダーの状態ですかね。そうです、はい、すぐ走ってくる、注意。さあ、まあ、このスパイダーを外してに、黒が平沢選手。そうですね、外したいですね。まあ、でもスパイダーって後ろに下がって外したいんですけ ど、カラースパイダーは襟引かれてるんで、それが難しいんですよね。なんで、ちょっと普通のスパイダーとは違った対処をしないといけないっていう形です。そうなんです。そうです。平沢選手のこの胴着の内側すごいカラフルですごいですね。そうですね、本当な、ね、めちゃめちゃ派手な。で、今平沢選手は上体低くしているので、木戸選手はさっきみたいにこう中に入る崩しはできないので、まあ、他のスイープとかちょっと見せてバランスを崩したいですね。なるほど、平沢選手が、まあ、距離を取って今離れて離しているような状態でもあるという感じですね。そうですね、足隠してますね、平沢選手は、はい、後ろに引いて、はい、さあ、さあ一気にいった。ここはフィジカルか、一気にバス、すごいですよ。後ろ下がってふわってした瞬間に一気に足外しました。はい、まあ、この辺は MMA もやってるというフィジカルの強さもあるのか、瞬間的なパス。木戸選手ガードワークうまいですね、はい、さあそしてすぐにそうですね、が、はい、ガード戻しましたね。さあ今度は、バタフライガードのような状態から入って、さあこの辺はやっぱりそうですね、平沢選手やっぱこう一発飛び込むようなパスガードを、平沢選手いいですね。さあここから一気にパスをしていきたい平沢選手。さあ下から足を抱えているのが木戸選手。木戸選手はこれ足抱えてワンネックX入るの上手い選手です。なるほど、さあ内側に入りたいか、さあ崩して、あの平沢選手の対処もいいですね。なるほど、頭下げて足隠して切りましたね。いいよ、テントとかかけて動いて動いて、そうそう、出してくるから、ナイス、ナイス、ナイス、入ってない、入ってない、入ってない。さ
さあ、仕込みギア日記に乗せたんですよ。こういう際が大事だと思います。一気パス。さあ、あ、これ結構いい形。いいですね。平沢選手の右手がいいですね。平沢選手もうまいですね。なるほど。噛みつきから今デックドラッグのスイッチをしました。さあ、ズボンを持って、これは今平沢選手いい体勢ですか。まあ、軌道戻した感じですかね。そうですね。左足で肩踏んでるので。まあ、でもここからちゃんと戻せるか、あの平沢選手がガード壊すか。なるほど。あ、でも今ちゃんと戻しましたね、ダブルスリーブで。さあ、城戸選手がまた元に戻すような体勢、まあ、結構そのガードのつなぎの瞬間に平沢選手がここまで走って展開できているので、はい、城戸選手はそこら辺多分意識して慎重になっていくんじゃないかなと思いますね。さあ、ここも大きく外側にパスガード。で、今ダブルスリーブの形なんですけど、こういうふうにパスのプレッシャーかけられると、はい、袖離して押さないといけなくなるじゃないですか。そういう時に、まあ、トップの選手はパスをつなげるチャンスですね。さあ、お互いやや息が上がって、さあ時間的にも半分以上経過しましたね。残り2分40秒。平沢選手は襟もすごいいい形で、まあ、あとはラストをされている手を出したいと、ね。はい、まあ、でもそれが結構難しいんで。そうですね。広選手としてはその右足、左足、右手が、生命線。さあ、戻した。このアンドルで走ってくるの注意ね。ここからどうやってガード作るかが大事ですね。ズボン持って、ズボン。さあ、展開としては、この木戸選手下、平沢選手上のパスの攻防がついているという形ですね。さあ、一気に今の場面もそうなんですけど、どうしてもダブルスリーブからこう襟に持ち替える瞬間に相手の手がフリーになるので、なるほど、そこで結構走られるのが、まあ、走られているので、はい、そこを木戸選手がどう対応するかというところですね。ダブルスリーブというのは今の状態ですね。そうですね。両袖の形に対してはパス出しづらいんですけど、はい、でも下の選手も両袖からアタックするの難しくて、はい、そうすると襟に持ち替えるんですけど、はい、手とかを、まあ、襟に持ち替えるタイミング、まあ、その時に際が、そうです、際ができるので。さあ、残り時間1分半、両者今のところノーポイント。展開的にはちょっと平沢選手が、まあ、押してます、ね。なるほど。まあ、攻めて。今手振りになったんで。手首も出せない。さあ、左手は襟を持つ。結構疲れてます、ね。そうですね。まあ、割とこうお互い力の入る、ね、瞬間的な攻防が多かったでしょうか。残り時間1分。残り時間1分。さあ、残り時間1分を切りました。さあ、おっと足。さあ、抱えはいいですね、はい、左足を抱えて、まあ、フットロックの体勢、まあ、でもここで起きられてスイープ、なるほど、まずいので、あんまり思い切ってはちょっと行きづらいっちゃいづらい。さあ、ここでそうですね、仰ぎはしない。さあ、気をつけて走ってくるよ、走ってくるよ。さあ、残りが30秒、一気にいけるか、まあ、このチャンスありますね。30秒。さあ、このワンチャン生かせるか。25秒ね、そこしないで、ね、木戸選手は、そうですね、これ足を左足は抱えているのか、右足ですね、抱えて戻したい。さあ、残りわずか。はい、ということで本戦7分間が終了しました。ノーポイントということで、ただいまより無制限、時間無制限の延長戦、サドンデスマッチに移ります。延長戦に入ります。すごいパワフルですね。そうですね、お互い力の入る攻防でしたが、まあ、平沢選手は多分今の感じだとまた上行こうと思うんで、うん、まあ、でもどうせ上行くの決まってるんだったら多分テイクダウン狙うと思うんで、そこがまず一つで、まあ、木戸選手は今の攻防を受けて、まあ、上下どっち選ぶのかも一つというところです。はい、今回が初対決だったという、ね、この2人の対決ですが、さあ、まあ、本戦を得て、延長戦、まあ、どういう戦略を立てるか、この辺が見どころかと思いますね。そうですね、そこ見どころですね、まあ、テイクダウン一発で勝負が決まる。コンバーチ。
さあ延長戦タレーボから時間無制限ポイント優先に取った方が勝ちというサドンデスルールになってダブルガードプレーもなるほど ありますね、はい、さっき本戦でもお互い狙ってたそれも一つですね。さあ、そうさあ今度はブルガードをと見せて、あテイクダウン決まったということで足を抱えてテイクダウン一発平沢選手お見事。うまいですね引き込みのフェイントからのダブルレッグ。そうでしたね。テクニカルだったですね。いや接戦を制しました。勝者平沢光輝。勝利した平沢選手には勝利者メダルが贈られます。平沢選手トップが強かったですね。強かったですね。なんかその辺はやっぱりこうねフィジカルの強さも感じましたし、はい、いいですね。格闘家らしい顔してるしてますね平沢選手。そうですね。おめでとうございます。試合の感想をお願いします。そうですね、パスガードもうちょっと僕柔術のパスガードをもっと練習してこれからもっとパスガードしてから一本勝ちにつなげれるようにしていきたいという課題ができました。はい、おめでとうございます。選手大丈夫、まあ、ということは普段から、まあ、MMA を中心に練習されていて、まあ、柔術の練習というよりは、まあ、もうちょっと柔術練習したいなという話でしたかね今のはね。まあ、柔術の動き結構うまかったですけどね。スパイダーとかのパスが良かった、対処がねありましたね。裾持ったパスが良かったですね。